皆さんこんにちは、ナツです。皆さんお元気ですか？はい、今日はツイッターでつながった僕の素敵なお友達が実は〇〇でした。で、今から会ったらびっくりするんで、で、その方も大変なお仕事されてます。すごい素敵な方でもね、お体が辛いっていうことで急遽僕は今日来たんです。なのでこれから行ってきましょう。はい、どうぞ。すごいですよ。で、ちょっと見てもらいたいんですけど、これね、お寺なんだって。すごくない？奥さんすごくない？すごいです。これお寺だって。はい、すごいよね。すごい。いや、俺びっくりだ。びっくりですよ。じゃあとりあえず行ってみます。はい、どうもー、こんにちは。わっさはい、外なんで一応3密は防いでますし、事前に会うあの時にあの消毒はちゃんとしてます。はい、志向さんです。はい、よろしくお願いします。志向です、よろしくお願いします。お友達です。はい、はい、で、住職さんです。で、大変ですよね。で、僕たちは多分そんなに馴染みがあるかというとまた違うと思ってて、で、今日はチコさんとね、事前にいろいろお話は聞いてる上で、実は住職がいつもしてることに対して体がきついとかってやっぱあるわけですよ。で、それを治すのは松なんで、今日はしっかり直していきたいと思います。後でね、あの別の動画これから切り替わるんで、その時にあの治療してる内容、施術してる内容を皆さんに今日はお届けしようと思ってますんで、今日もよろしくお願いします。合唱、先生よろしくお願いします。合唱。それではどうぞ。はい、場所は変わって、ここは、バルコニーですね。一応外なんで、対応してます。で、もちろん消毒は大丈夫です。しました。はい、チコさん、はい、住職ということで、はい、まあ、お仕事僕がイメージするには、はい、まあ、座って過ごす時間が多いような、はい、まあ、仕事の内容がありますか、はい、そういう時間が多いって僕は認識してるんだけど、はい、実際住職として、今、はい、辛いところがあるって聞いて僕は今日来たんだけど、はい、どこが特に辛いですか？場所、まあ、肩と首ですかね。肩と首が辛い、はいはい、腰はどうですか？あ、腰もやはりね、座ってることも多いんで。なるほどなるほど、でも、はい、肩と首ってなんかあんまりイメージつかなくて、その住職さんのお仕事内容が僕は全部理解できてないから、はいはい、なんでここら辺辛いかなって感じるようになったんですか？あ、まあ、なんか、まあ、もちろん唐馬書いたり、ね、で、まあ、結構何十個も書くし、なるほど。あと、まあ、意外と事務の作業が多くて、ボールペン持ったりもしますから、はい、それが結構ね、一日の中で、はい、大量に占める時があるんですよね。そうするとやはりこうどうしても、まあ、手首だとか、肩とかね、首が、はい、どうしても凝ってしまうんです。なるほどね。すごい緊張されてますね。ということで、まあ、住職も大変だということが分かりました。あ、まあ、この話はね、また別の動画でお話しするとして、今日は、住職が今直近で困っていることを僕、松が解決しますっていう動画です。それではご覧ください。はい、行きましょう。はい、全部を一気に直すことはできないんで、はい、1個だけ選んでもらっていいですか？あとで全部やるんで。じゃあ、どれをどうにかしてほしいですか？手首。はい、わかりました。手首。はい。はい、じゃあ、手をお借りします。はい。ここが辛いですかね？どこが辛いですか？なんか、ここがジーンとしてくるんですよね。なるほど。ジーンとしてくる。ジーンとなんかこう、打ってる。これ、嫌な感じしますか？いや、しない。しびれとかはない。しびれとかない。大丈夫ですか？はい。わかりました。書くことが多いって言ってたんで、多分それのね、一パターンの労働の繰り返しによって腱鞘炎っていうことが、腱鞘炎っていう症状がね、出るパターンが、あるのは、まあ、皆さんも分かってると思うんですけども、住職さんも大変だっていうことですね。はい。じゃあ、行きましょう。はい。いや、緊張してますね。めっちゃ緊張しますよ。緊張してますね。緊張しますよ、カメラ回ってると。実はまあ、このどうやってこれをやるんですかっていうのは、はい、ね、改めて、はい、まあ、ゆっくり説明しますけど、はい、だいたい腱鞘炎っていうのはまあ使いすぎなんで、特に関節
が、よく酷使されて起きるという症状が多かったりします。で、ないし、それだけではなくって筋肉の走行だったり腱の走行がずっと伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりっていうのをずっと繰り返すことでそこに触れてるその筋肉とか腱の通り道があるんですよ、はい、その通り道って案外、はい、その摩耗されるというか、はい、ずっと動いてやってるから、はい、擦れるような感じ分かりますね、はい、あれで炎症が起きたりする場合もあったりとかするんですよ、ね、なんでここら辺なのにこっから攻めるんですよ。そうなんです。ちょっと痛いんでこれですね、はい、うん、スーッとこうやってますね、はい、青空ですね、いいです、なんか外で、ね、いいですね、飲み物あんまりないんだけどあ、まあ、こういう状況ですからね。まあそうですね、はい、しっかりね、もう密をせず、はい、今僕はこうやって痛かったんですか。大丈夫です。分かりました。左手と右手が圧倒的に変わりますね、はい、ちょっと、はい、力抜いて、ね、どっちから入ってるの。あで力入ってるとね、あのなんだろう、拒絶するとこれちょっと痛いかな。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい。面白いですね。ここをしたら手がこうやって巻き込んだら、腱が全部繋がってるってことね、筋肉が、ね。これ解剖してるから分かるよ。無意識で。そうそうそう。筋肉の走行がそうなってるね。大丈夫。まあ、ね、なかなかこんな絵が撮れないんで、ね、急遽無理ね、無理言ったんで、あのね、さっきまでバカみたいに喋ってたんで声ガラガラなんですか、ね、すみません。あーおー、はい、おーおー、手元映ってるじゃん。手元入ってます。ういえ。うい。まあこの先にね、あの舟状骨って骨があるんですよ。はい。まあ、実はこの手首のところにサイコロみたいなね、骨が8個あるんですよ。はい、手根骨って言って、はい、まあ頭上骨、舌状骨とか三角骨とか、はい、まあいろんな舟状骨、ね、大両頸骨、はい、まあたくさんあるんですけど、結局8個のサイコロみたいな。手根骨ってところにあって、あ、ここにあって、はい、その骨と骨の間も不動なんですけど関節があったりするんですよ。あ、それがどこでどういう動きで、まあ、ぶつかってるとか骨同士がぶつかっちゃうぐらい動いちゃってたりとか、あまりにも例えば書き物が多すぎたりすると案外他の筋肉が偏ってずっと使いっぱなしとかになって痛む。よく筋肉って輪ゴムと表現されることが多くて、要は伸ばしっぱなしのゴムも切れちゃうじゃないですか。はい、切れ縮みっぱなしで使ってないゴムも切れちゃう。ああ、切れちゃいますね。伸ばして縮んでを、まあ、適度に使ってるとゴムってまあまあ使う。どっちかに偏ってるとちぎれやすいような。そうですね、筋肉もどちらかというとそういう張力とか弾力とかがあるんで、ちぎれたものが再生するんですか。ちぎれたものが再生するように体は仕向けるんですけど、あの基本的には全く同じ組織に戻るっていうのは約束されてないみたいですね。で、まあ、俗に言う、まあ、僕らで言うと反根組織っていう名前の組織の名前が変わって、それに限りなく近いものとして再形成されるみたいなんですよ。特にその断裂とかやっちゃった日には、はいはい、そういう話を聞きますよね。一応その教科書的にもそういうふうに書いてあるので、反根組織が形成されると書いてあるんですけど、はい、やはりその肉離れとかまでやっちゃうような怪我はなるべく避けた方がいい。でやってしまってその限りなく近い組織ができるんですけど、はい、もともと持ってた筋肉の弾力とかはやっぱなくなってる。繊維化してるんだよね、はいはい、どっちかだから、はい、そもそも伸びしろがあまりない、はい、ただの形をそれ彩るような、はい、まあ、組織形態ができる、まあ、イメージですよね。場所によってですよね、多分ね、それは。そうなったとしても、はい、そういう組織だったとしても別に支障ないとかがあるんですけど、よくその肉離れしたとかアキレス腱切っちゃったとか、はい、断裂とか、はい、
ていう人が再断裂する可能性が高いのは、実はその元々持ってたその弾力とかの伸びる、あの距離とかがより狭くなった組織だけで形取られただけだから、前やった時よりも短い外力でまた切っちゃったりとってよくある話。パキッと言います。わかりました、はい、あれは鳴らそうと思って鳴らしたんじゃなくて、はい、あの正しい方向に力をかけていくと、はい、まあ肩にこうはまっていくような感じですけど、僕はゴリとかバキとかって絶対やらないので、自分で、はい、まあ、自家強制的になんかはまっていくような感じですね。今までそんなバカみたいに痛いことはないと思うんですけど、まあそんな感じです。この手のひらの筋肉もまあよく使ってますね。そうです、もうわかるわ。ただ綺麗な手してる。そうです、モテる手してる。まあいろいろモテます。まあ、いろんなものもトンチが効いた。トンチが効いたやつ。散歩がいっぱいだから。痛いって感じると、あれなんですよね、あの筋肉収縮するの。あれもいい感じですね、まあ、なかなかそのなんですかね、あの結局日常動作は変わらないんで、痛め方が変わらないからまとなる可能性は取られないです。やっぱり本当に痛いんだったらやっぱ安全にするべきだし、なるべくそのちゃんと休憩取ってあげる、はい、まあ、時間は必要なんですけど、はいはい、またなったね、ありましたね、で力、はい、こうですね、あれ痛みがさっきよりは減りました。そこのもう2点点使ったのが痛かった、うんうん、感じでね、鋭いのが、なくなった、うん、鈍ってきました。はい、握手してもらっていいですか、握ってもらっていいですか、握りやすい感じで出ます。どうですか、うん、握りやすいって分かりますか、ごつい、手がごついっすね。あ、俺俺もまあ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 なんで、これどうですか、ね、ああいいですね、なんか力入りやすい感じが、入りやすい、うん、どうですかね、入りやすい、うん、今痛み出ます、いや出ないっす。で実は、うん、ここのその障害になってるのはこのここの関節が、うん、あのいろいろって詰まってるんです。手根管って言うんですけど、うん、このこうやって今こうやって手できます、こういう手、ここに浮き出てくるじゃないですか、はいはい、これ全部ね、こういうね、あのバンドみたいのがあって、はい、そこに全部入ってるんですよ、ここら辺から手の筋肉が、はい、これ手根管って言うんですよ、等速手根屈筋だったり尺足手根屈筋だったり、まあいろいろ入ってるんですけど、そこに血管も神経もあって、はい、もしかしたら何かの障害でその神経の通り道とか血管の通り道とかを阻害してる可能性もあって、はい、痺れたりとか、はい、違和感、触れただけでちょっと痛くなるとかっていうのがあるみたいです、ね、そういうのがあるんで、まあここら辺を特に緩ませるためにやってみた、はいはい、で元々手のひらの筋肉っていうのは、はい、ここで終わっ始まって終わるわけじゃなくて、はい、ここについてる筋肉は大体肘までついてます、まあ、内側上下外側上下ってあるんですけど、はい、まあ、名前がついてるんだけど、はい、肘のこのこことね、ちょっと見てね、はい、こことね、はい、ここにこっちに この筋肉がだけビャーってついてるんですよ、こっちに今度心筋つってこっちの筋肉がビャーってついてる、だからこっちにも筋肉があるわけ、こっちにも筋肉がある、こう互いにこう前後で拮抗してる感じが、結構複雑なんで、手のひらが開いた時は肘から見ないとまず難しいんですよね、まあ、僕は難しいと思う。筋肉には起始と停止っていって始まりと終わりがあるんで、で必ず筋肉っていうのは上関節をひとまたぎするから、筋肉が収縮すると関節が動いて
なるんですよ、うん、これが例えばここから始まってるのにここで終わってたらこいつは動かなくなるじゃないですか、ね、だからこれがここまでついてるからこいつが収縮してこうやって動く、だからやっぱりこの通り道が阻害される可能性はありますよね。めんどくさいですよね、まあ、専門用語はどうかどうでもいいと思って、あんまりやらないですけど、別に知らないわけじゃないですよ。分かりやすいですね。そうです、もう簡単かつ明確なのですよ。まあ、ツイッターもそうですよね。簡単かつ明確が一番響きますよね。そうです、間違いない。もう一回寝てみます。もうなんかそうですよ、なんか、うん、力が増えた感じです。そうですね、うん、多分ね、ここがスターンってくる、うん、あ、いいじゃないですか、うん、今度3問ですね、もっといいです。いや、あんまりこう痛めちゃうかって。あ、全然、俺は、ね、絶対痛めない。どうですか、うん、ストレスないですか。ないです、ないですね。OK? OK です、ありがとうございます。 OK、OK もらいました。ありがとうございます。はい、まあそういう感じでした。よかったです。ありがとうございます。住職喜ばせました。喜んぶ。はい、無事に終わりました。チコさん、どうでした？いや、めっちゃいいですね。やばいっていう言葉使っていいのか分かって、やばいですよ。よかった。何ですか、これ。これはね、でも難しいことしないで、基本にのっとって、はい、とても、その、なんだろう、説明ね、はい、この後編集するんで、はい、まあね、どうやって、どこにアプローチしたのかっていうのは、編集でいろいろ分かるようにするんですけど、そんな難しいことやってないです、はい、ただ本当に基礎の解剖学、生理学、運動学とかに基づいて、はい、その通りに、例えば手首が痛かったら、はい、この手首を通る筋肉はどこまでついてるのかっていうのをちゃんと明確にし、はい、そこに対してしっかりアプローチしただけなんですね。だ横着すると治るんだ、やっぱり、はい、まあそういうところはこだわって僕はやってるんで、はい、ぜひぜひ今後も患者さん救います。頑張ります。ありがとうございます。チコさんはいろんな人を心をね救う人ですからね。で僕もチコさんに負けないんでやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。合唱。じゃあそれでは皆さん、またバイバーイ。